はい、ナイジェリアとブラジルのハーフ、こんにちは、サワヤンゲームズでした。さあ、ということで、多国籍になってきてまいりましたね。はい、サワヤンゲームズもってことで、本日はですね、昨日、40万円で獲得しました王貞治選手、使ってみてやっていきたいと思います。まずは称号チャレンジの前に、本当にお疲れ様でした。昨日ね、たくさんのスーパーチャット、そして温かいコメント、高評価、チャンネル登録してくれた方は本当にありがとうございます。あれがなければこの王は引けなかった、もう悪魔の帝王ですね。もう金の王、よくない、王さん冗談です、すいません。称号チャレンジやります、王。はい、 OK で、本も集めてきて、もう5枚ぶち込みます。王なんで、キングなんで、いきます。パワーが上がればよし、称号獲得。はい、頼む、すごいやつ、バズーカとか飛ばしや、え、最高じゃん。うわ、最高だ。パワー91のミート81、これでいきます。さあ、マッチングいたしました。カリバさん、対戦よろしくお願いします。ちょっと朝からね、めちゃくちゃ目が疲れて、リアタやったら打率下がりまくりました。はい、ちょっとだけ言い訳させてください。王で打てるかな俺。正直朝からちょっとやりましたんで、本当のこと言っていい、なんかね、俺王さんちょっと微妙な感じがするんだよね。やっぱりこの降格がないのが僕にとってはかなり熱くな気がします。そして二度と使わないといった由伸、今日は使ってきます。ちょっとだけね、ちょっとだけ配球勉強しました。少しだけね、少しだけ勉強したんで、今日はそこをね、ちょっと見せていけたらなと思っております。はい、ジャッツ感、ジャッツ感勉強したんで、そこは今日ちょっと見てほしい。 OK ね、ジャッツ感勉強したんです。由伸でちょっと抑えます。さあ、相手も王貞治、王貞治結構昔の王だね、だいぶ昔の王。何、王変えるなよお前、おい、最新の松永に変えるな、お前。おお、キングを。あ、ちょっと、まあまあ、一旦様子見の。オッケーオッケーオッケー。行きたいところなんですよね。通常ギュン。ああ、そこ、リア、菊池、菊池最高。これも三者凡退で、三者凡退で、これはもう、完全勝利をものにする。ここら辺のね、取れるよ。オッケー。さあ、ここから、王は、打順2番に置いております。まずは大谷で出塁して王でかます。守備かなり相手ちょっとおろそかにしてるから、 D とか C ばっかりやから、まあ別に D とか C でもいいんだけどね、全然。ちょっとぶっ飛ばしたい。ただメルセデス超苦手、超苦手メルセデス。集中。さあ、フルカウント。こっから てめえボール投げるな最後、おい。まあただ飛ばしやらんでもパワー S 乗ってます。はい、得のなしです。特能なしの王でホームラン打ったら高評価お願いします。クソダサー、ちょっと待って、クソダサい。絶対に打つ王で、みんなごめん、今日打てない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 。もう本当に昨日の疲れがやばすぎて、朝まで、夜中の4時ぐらいまで育成してても無理だわ。最悪な動画だよ。王で1回も打たずに終わるって、もう本調子じゃないの分かるでしょ。もうさっきから全部ゼロアンダー。それ無理、王さん、王さん、王さん、それ無理。俺の失態で王さんというキャラクターがまるで弱いかのように思われてほしくない。多分誰も思ってないけどね。うん、一番今日俺がただただダメなだけ、うん、ただただ俺がダメなだけ。ほら、嫉妬すら打てないもん、わかる。ああ、んでここで打率6割のやつやんなきゃいけねえんだ、しかもここで。4点取られてます。そりゃそうです。勝ち負けもどうでもいいです。とにかく皆様、最後までこの動画見納めください。世界初、王で一度も打てずに動画終わらせる男、サワヤンゲームズでございます。落ちろ、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 打てるのかもしれない。
得の出なーい。王さんいやー、王さんがヒット打った。あー、王さん、王さんヒット打った。もう一回王さんに回そう、もう一回王さんに回そう。5点差回そう。王さんにみんなでお願いだから、絶対回そうぜ、俺たちやろうぜ。王さんに回そう、みんなで一つになって、ねえ、頼むから一つになろう。ねえ、王さんまだヒット一本しか打ってないの。ねえ、終わり、もうやってられない、もう大阪、もうごめんなさい、もう40番とか、もう何をやってるわけ俺は。皆さん、マイクがぶち壊れました。なんでちょっとこれ携帯で撮っております。画角変わっております。声枯れております。王さんで打ててないんですけども、もう一試合だけいきます。というのも実は今日の動画なんかカット不自然と思いませんでした。なんと全部1時間ぐらい動画がノイズまみれ、ノイズまみれガチで、だからもうここでやる、ここでやります。で、相手また強いんで、また強いから、とりあえず抑えます。とりあえず抑えて、もしかしたら4連敗になるかもしれないですけども、その時はその時、とりあえず1点で抑えた。よし、頼む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 、うんと山本由伸でいける、いける。王さんで一発でもいいからホームラン打てばいいんです。一発でいいから、もうサングラスも何もかけてない、普段この感じいつもやってるんです。台もないし、抜ける。口がえぐすぎる。オッケー。アーチスト存在感。